2008年製造の電車がもうリニューアルされるってマジ？東武といえば古い電車を大事にすることで有名ですよね。製造から40年以上経過してもなお活躍中の車両がたくさんあります。そんな東武にしてはまだ新しい電車がもうリニューアルされてしまいました。この動画ではまず TJ ライナーの現状について紹介し、そして TJ ライナーの電車に対する驚きのリニューアル内容、これらを踏まえてどうして更新工事を東武が早めに実施したのか、このことについて考察をします。それではまず TJ ライナーについて紹介しましょう。 TJ ライナーは5090型っていう5万系シリーズの特殊な編成が採用されます。こちらの電車は鉄管クロスシートを搭載してですが、なんとこの電車にリニューアルが実施されました。こちらの電車は2008年製造で、5万系シリーズは2005年から確か製造されているはずなんで、一応一番最初の編成というわけではなかったりします。中くらいの時期の編成って感じですね。そんな編成から更新を始めるっていうのはちょっと意外かもしれません。TJ ライナーってのはちなみに、搭乗船のライナー列車のことで、特別料金を払うことで、着席して移動することができます。今では結構入ってる方式ですが、実は東武搭乗船が関東でおそらく、最も早い段階から実施してますね。JR のホームライナー及び特急型車両を使った一部の施設ライナーを除けば、もしかしたら初めてかもしれません。この電車の停車駅は結構特徴的で、富士見野から池袋間は一切途中駅がありません。一方、富士見野から北については、ダイヤ改正前の快速急行と一緒です。2023年ダイヤ改正後、快速急行は、川越市から先ずっと各駅に止まっていきますが、この改正前の通過駅がある快速急行と同じ感じですね。特にやばいのはやっぱり、和光市や朝倉井といった、いわゆる、乗り換え駅を飛ばすことですね。和光市は有楽町線、副都心線。一方で、朝倉台は武蔵野線に乗り換えできます。どちらも利用者は10万人を超える大規模なケースが、なんと TJ ライナーは一切止まりません。ただ、東上線の利用者の分布を見ればわかるんですが、実は富士見野から奥についても結構、2、3割ぐらいはいるんですよね。TJ ライナーで座っていきたい人は、割と富士見野から奥みたいに結構遠いところから利用する方が多いです。人数的にもまあ30分に1本設定すれば結構まかないそうですから、なんだかんだでこの TJ ライナーの極端な富士見野までノンストップっていう方式はある意味ではありな作戦かもしれませんね。和光市区だったらまあせいぜい10分少々ですし、わざわざ座っていくメリットも薄かったりしますし、そもそもライナー料金の方が割高になっちゃうんで、まあ、使う人は少ないからこういう風に設定するってのは妥当な判断かもしれませんね。なお TJ ライナーには、副都心線対策って噂も実はあるんですよ。池袋から利用する場合、東武東上線を使うか、地下鉄線に乗って、まっすぐ、和光市の方に直通する電車に乗っていくとか、2パターンあるですが、この際 TJ ライナーに乗ることで、あえて、地下直回りにする人を減らそうっていう発想も一部あるそうです。確かに、池袋から、有楽町線で和光市に行けますし、だったら東武に乗って池袋から来た方が、東武としてはその分運賃が稼げる分、儲かりますからね。まあ一応なんかそういう感じで、なんか考えてる気持ちもわからないですが、ただちょっと気になるところも多いですね。確かにたまたま池袋と和光市、どちらも入っていきますが、ただ正直言って、地下直ってどちらかっていうと池袋から、南新宿とか、有楽町とかそっちの方を狙っていく。そういうニュアンスが強い印象あります。JR で池袋に着いた場合、わざわざ地下ホームっていう結構深いところまで行って、しかも運賃も割高な地下直経由を使う人は、鉄オタのちょっと特殊なケースを除き、あまりないかなって思われます。あるいは定期券で和光市まで、地下鉄線経由で持っている。といった感じでちょっと特殊な事情で、地下直の方が安く使える場合はちょっと話変わりますが、まあ、多くの場合は東武にまっすぐ乗った方が安いですし、乗り換えも楽です。だからどちらかっていうと地下直って普通に、
池袋からさらに南の東武線の本線では分からないところをカバーするニュアンスが結構強いんじゃないかなって思いますね。そんな TJ ライダーですが、とんでもないリニューアルが判明しました。どういう内容かっていうと、内装が更新されました。なんと、座席について新しいものに交換されてですよね。座席のモケット、まあ要するに色合いとかがあるんですが、これは従来の TJ ライナーのものと同じような感じで使われています。ただ一方、形状とかは結構既存とは大きく変わる感じになりました。790型っていう TH ライナーの電車があるんですが、これに非常にそっくりです。TH ライナーってのは一応言っておくと、日比谷線直通のライナーですね。790型はこの TH ライナー向けに5090型と同様、いわゆる転換クロスシートを搭載しています。なお、今回のリニューアルでは、特に追加機能等はありませんでした。例えばですが、最近流行りのコンセントとかは全くないです。先ほど紹介した TH ライナーにはコンセントが設置されており、リニューアルの際に搭載しても良かったものかもしれませんが、今回のリニューアルでは設置をされていません。一応、790型に搭載されている座席と座席の間にある仕切りについては搭載されました。二人掛けのシートで真ん中に仕切りが790型ついてますが、これを確か新しい更新後のシートでは追加で設置されてますね。リニューアルに合わせて、まあ、結構細かいですが、一応こういう変化はあったりします。指示掛けが片っぽしかなかったんで、もう片っぽにもちゃんとついたって感じでしょうか。一応頭部の座席の交換については大体20年くらいで実施することは決して珍しくありません。例えば頭部のスペーシアとか普通に交換してますし、通勤電車でも1万系の更新工事とかで交換するタイミング大体製造から20年少々って感じですから、まあ普通に座席を交換するのは20年くらい経ったらおかしい話はないですよね。ただ今回はせいぜい15年くらいなんで、ちょっと早い印象もあります。座席の構造が少々特殊で切り替えとかも多く、まあそういった作業が負担になったのかはちょっとわかりませんが、まあ結果的にちょっと早めの更新という風にはなりました。そしてこれ、今後追加機能があるんじゃないかっていう風な疑惑も実はあるんですよ。コンセントを追加設置できる可能性を秘めてるんですよね。もしかしたらですが、一部の転換クロスシートの土台、これがちょっと変わったんじゃないかって可能性が一応あるんですよ。なんとも言いませんが、座席交換後の車内の座席用のシートを見ると、座席の下側の土台になんか一部被せ物があるんですよね。この被せ物がなんか妙に TH ライナーの790型のコンセントに結構形が似てるような、似てないようなちょっとわかんないですが、なんかそんな雰囲気がします。これはもともと搭載されていたのか、それとも追加設置されたのかはちょっと私わかりませんが、ただ座席の台座の形状が妙に790型っぽくなっており、もしもこれが交換されたものだったら将来的なコンセントを増設を想定している可能性もありますね。一応土台そのものについては790型と590型でだいたい同じ感じでした。まあ、結構そっくりさっていう構造になっており、おそらくですが割と互換性もあるかもしれません。となるともしかしたらですが追加設置ってのはあるかもしれませんね。形状はまあまあ似てるため、もともと互換性があるから、将来的にこういったコンセントを設置するってのも、想定としてはあるかもしれません。ただ、とはいえどうして、コンセントを設置できるかもしれないのに、じゃあなんで設置しなかったのかっていう疑問があるでしょうが、これについてはおそらく、別の編成のリニューアルの進捗も結構大きいと思います。例えば、1編成だけコンセントを解禁したら、この編成だけコンセントが使えて、他の編成では使えないっていう格差が生じます。実際新幹線でも特に東北新幹線では未だに一部の編成がコンセントが使えず紛らわしい状態になっています。最新型形式であればコンセントは使えますが、古い車両が来ると使えないって感じですね。ただ590型になると見た目も一緒ですし、実際車内を見ないと使えるかもわかんないって状態になったらもっと紛らわしいです。座席の更新についてはおそらく他の編成でも順次やっていくでしょうから、そうなったらやっぱりある程度そういう工事が終わってから、初期の編成に対しコンセントをつけていくっていうパターンは一応あるかもしれません。中途半端に一時的にコンセントが
一部平成だけ使うとかそういう風になったら混乱するため、それを回避するためにとりあえずコンセントは設置を見送って後で追加しようっていう可能性も一応否定はできませんね。ただやっぱりどうしてこのタイミングで更新したでしょうか。結構ネットを散策すると一部意見ですが座席が下手ってるって意見がありました。私は TJ ライナーに乗ったこと実はないためわかんないですが、結構なんかそういった意見があるそうです。要は座席がもう下手っていて座り心地に影響するぐらいちょっとやばいっていう話を一部されてました。まあ私は実際乗ってないためなんとも言いませんが、関東ではおそらく初めてのロングシート、クロスシートを自由に切り替えられるシートになっています。当然ですが座席がもしかしたら開発が甘くてちょっと老朽化しやすかったっていう点はあるかもしれません。これについても正直言って謎が多く、こんなすぐに座席下手なのかって感じですが、ただもしかしたらやっぱりロングクロスの転換が多く、結構座席に負担が思った以上にかかったっていう説は否定できません。着席定員って言葉って結構座席の座る回数が多いのか、まあ、ちょっとそこら辺は分かんないところも多いですが、座席の安定感が結構甘くて、これが原因っていう説も一応ありますね。なお、この電車、更新編成について実は、青い帯についても公開されてました。青い帯っていうのは、5万90型についている5万系唯一の青い帯ですね。この90型だけついている特殊な仕様ですが、これが一旦剥がされました。実は一時的にこれで5万90型からロングシートを一緒に変更されちゃうかって噂もありましたが、どうも帯は復活してるらしく、結果的にこの電車は単に帯については更新しただけっていう結果でした。一応全体的に見ると、内装やあとは外側の帯を一部交換した感じで、まあ大規模修繕工事とまではいきませんが、ただ一応結構それなりに規模としては、JR 東日本の更新よりは大きいかもしれません。機器の更新は別にして、内装はしっかり更新してますから、JR 東日本よりは更新してるぶりかなって感じます。ただ、やっぱり足前とかは全然交換されてませんし、内装も座席を交換しただけなんで、まあ大規模な B 修繕工事というほどまではいきません。ただそれでも結構大規模に変わったなぁと個人的には感じました。もしかしたらこの大規模な変更、将来的な運用の拡大を狙ってじゃないかっていう意見もありましたね。これについてはちょっと個人的に厳しいと思います。まずそもそもこの5万90型は、比較上は確かに、副都心線や東横線、新横浜方面、さらには、相鉄線まで多分それぞれの該当する保安装置さえ搭載すれば走れます。車体寸法については5万70型と一緒で、一応地下直にすることはできますね。ただ正直言ってこれをするメリットって全然ありません。現段階で TJ ライナーを地下直に振り替えた場合、おそらくですがまず運賃が非常に割高になるでしょう。正直言ってエストレイと競合するリスクもあって、わざわざ地下直にするメリットが今のところありません。豊洲方面については結構乗る人が多いため、ワンチャンありかもしれませんが、やはりエストレイとの競合は回避するの難しいでしょう。さらに言っちゃうとぶっちゃけ、東横線内では旧シートという別の座席指定車が追加されます。相鉄直通ダイヤ開始直行ではないものの、近い将来これも実施されたため、なおさら東武の TJ ライナーが地下に入るメリットっていうのは、どんどん薄れていってる印象です。おまけに、なんかいわゆるライナーが複数設定されたらやっぱり利用者にとっても、特に鉄を立てなかったら混乱しますよね。まあこういったことを総合的に加味したらちょっと中途半端感はありません。西武や東急が、座席転換車を利用したライナーを運転している以上、わざわざ東武がここを走らせる必要ってのもちょっと疑問な状態です。しかも池袋発着の TJ ライナーも予備車を含めたら5万90型は結構ギリギリですからね。おそらく今回リニューアルしても特に相鉄方面に入る可能性っていうか東急線や地下直方面に入る可能性も非常に低いんじゃないかなって感じます。今回のリニューアルはどちらかというと小規模でプチリニューアルとかそういった感じのレベルですが、ただやっぱり従来の設備面での強化、例えばコンセントとかそういったものを将来的に設置することができるかもしれない。なんかそんな雰囲気もちょっとしますね。ちょっと前2017年頃に確か TJ ライナーには Wi-Fi が搭載されたので、今後また小規模な改造とともに新たな機能を追加していくことは十分考えられます。今回紹介した5万90型は今後、
どういう風になっていくのか非常に注目だなーって個人的に感じました。このチャンネルでは鉄道に関する情報を発信していきますので、興味あったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。バイバーイ。